お前がゴテだ。よろしくお願いします。なんかちょっと変わったことやりたいよね。だから普通に緑に書こう。なんかアナグマっぽいね。足受けてみます。ミノガコイ。アナグマっぽいね。えい。さあドリフトするぞ。さあ飛車がドリフトしていく。さあ相手は一目散に穴熊に組んできますけど、7五飛車と引くのがおすすめの作戦。あ、歩つくか。あ、6四歩は桂跳ねて暴れます。暴れる君です。6二銀だったらまあ飛車じっと引いとこうかな。まあ、別にどうしようもないしね。まあ、次4六歩から4五歩みたいな手を狙っていくイメージ。この銀はできれば6七銀5六銀として玉頭攻めに使いたいですよね。このラインでね、このラインで攻める。足も正直突き越したいけどちょっと余裕ないかな。この9六歩はただの手待ちじゃなくて、まあ、次ね9七桂と足桂飛んで8五飛車ってぶつける狙いです。これが刺されば大体、まあ、将棋はね振り飛車が最後に勝つようにできてますと鈴木大輔先生もおっしゃってるんでね。つまりそういうことです。あ、こっちが飛車の打ち込みに結構強い形になってるのも特徴ですね。飛車交換した後、一応7九に飛車打ってますけど、6八金とじっと寄ればね、もう角も行って、飛車取れないし、次金引きで飛車死ぬんで、全然大したことない。で、左桂さばけて、この角がね、残ってるうちはこの香車前で取れないから、落ちてる駒がないので、まあ、飛車だけでね、美濃囲い攻略は、まあ、ほぼ不可能なんで、まあそういう展開になれば理想ですね。こっちはなんか飛車下ろしてね、7一飛車から桂香を拾って、まあちょっと悠長だけど、端詰めて、桂馬と香車端に足して、ほらほらとか、まあ、4六歩、4五歩からこじ開けていくとか、まあ、いろんな手が選べるんで、まあ攻めは豊富ですね、比較的ね。まあ、端が多分一番得かな、おそらく攻めとしては。こつくとね、自玉に傷ができる可能性もあるからね。4五歩の後。ちょっとリスクはある。さあ、そして桂跳ねていって。まあ、これね、割とね、いろんな人にぶっ刺さる作戦なんで、おすすめです。まあ、昔からある刺し方なんですけど、古くはね、この形の、まあ、この局面は確か解説されてないと思いますけど、ちょっと私の記憶が正しければだけど、羽生先生のね、名著、羽生の頭脳。でも、こういうね、6五歩、7五歩でついて飛車浮く作戦は解説されています。まあ、羽生先生の方は、居飛車側視点なんで、居飛車側でどう対策するかっていうところが分かれてますけど、まあ、平成のね、初期ぐらいの頃にはすでにあった作戦なんですよね。つまり。ちなみに皆さん、今、羽生の頭脳の話をね、ちらっと出しましたけど、羽生の頭脳を読んだことありますか？まあ、今からするとね、やっぱりちょっと、なんだろう。まあ、本としての手順みたいなのがやっぱあるんですけど、まあ、結構昔の本なんで。けど、出た当時っていうのは、プロのね、実戦で普通になんかこのまま使えますみたいな、しかも、全戦型対応だったんですよ。アブゾンズの全部で、8巻か9巻ぐらいまであったと思うんですけど、すごいね、そこまで出していいんですかみたいな、内容のレベルのものがあって、非常にね、画期的だったっていう本だったと言われてます。どっちだろうな。桂馬取るのはさすがにちょっと悔しいんだけど、まあ、7三桂成ってなって8五桂って跳ねてくるんですけど、そこでどうなんだろうね。角引いて7六飛車とかは7四飛車って合わせればいいか。まあ、6三成桂から5二成桂とか入って飛車打ってっていうのが理想の攻めですけど、角どっちだろうね。8六角と相手陣にらんどくのも結構有力なんですけど、一応なんか角逃げた時に7六飛車みたいなね、両取りは受けないといけないんですけど、まあ、7四飛車って打ってるから、とりあえずは大丈夫なんですけど、角上がると7九飛車で、6八金香を取られるのはちょっと尺だな。8八角と引くんですかね。相手が今歩切れなんで、歩があると7七歩打たれてちょっとおかしくなるんですけど、
プロ入手のめども立ってないので、じっと引いとくんかな。まあ、7号車とか76車だったら飛車打って、両取りヘップバーン受けとく感じで、どうなんですか？どうやって攻めようかな。なんか飛車とか打つと飛車打たれるんで、まあ、一回6三成桂って寄ってから飛車打つあと流れになりますけど、この桂馬を取り切りたいよね。うまく、まあ、8六歩から取りに行く手もあるのはある。いやー、嫌なとこ来ますね。今、角逃げるの6六角だったんか。いや、6六角は7六飛車あるもんね。ここ逃げるしかないか。あ、8三飛車、今思いついたんですけど、8三飛車でよくないこれ。8二飛車だったら 7六飛車とか取れるけど、8三飛車なら、飛車打ちは両取りじゃないし、もつくんでね。で、取り込みになって。対応。97桂成はまあ同角、これでもいいか別に。同角の方がおしゃれだとは思うけど、同角かな。でこれ63成桂がね、ちょっときつくなるよっていうお話で。まあ、96歩の取り込みには8号車成と桂馬取っといて、まあ、97歩成はこれどっちなんかな。同香同香成同角は98飛車が角銀両取りで受からないんですけど、まあ、97歩成に66角とか、ちょっと、仮にかわしとくんかな。それでいっか。軽やかに、合わしておきましょう。こうして。88等は、これどっちかな。同角99強成の展開が、また次98飛車飛んでくるんで、まあ、どんどん受けないといけないっていうのは嫌なんですけど、88とに67銀とかわしても、79飛車とかからなんか、将来このと金を使ってきそうなんで、嫌なんですよね。と金使われたくないんですよ。同角強なりに、67銀とか、超絶大人の対応しとくのか、79歩とかが一番大人なんかな。よくわかんない。まあ、こっちはなんか、まあ、成桂寄って、王さん成桂って、やる手がどれぐらい得なんかなんですけど、5二成桂から4一成桂って入るような筋の方が厳しい説はあるんですけど、ね、角取ってもね、同銀が硬いんで、なんか5二成桂が、ただの一手パスになる可能性があって、それだったら銀取って、同金でも同角でも相手玉薄くなるから、からパンチ決めに行く方が方針としてはいいのかもしれないですね。まあ、局面はこっちかなりいいですけど、まあ、どういう風に攻めてね。で、相手穴熊なんでね、なんやかんや4枚なんで硬いので、一応ね攻略の3段立てとかないといけないので、この辺どうするかですね。この曲好きだわ。あ、現状はね、ちなみに小回りで言うと桂馬桂得、まあ、なんなら成桂できてるよ、成桂得と言ってもいいんじゃないでしょうか。ジュースさんいらっしゃい、コマクリ。今パソコン屋さんやってるよ。さっぱりだけど。いやー、これ同角なんかな。同角99強成79歩っていうスーパー大人の手を今読んでるんだけど、ちょっと大人すぎるかな。7分6七銀かな。7銀かな。まあ、と金ちょっと残すから怖いけどね。まあ、香取ってきて、まあ、99強成、
この香車取られるわけに相手いかないからね。香車で取ってきて、で、まあ、竜をじっと入るんか、まあ、成桂寄る方が大人かな、成桂寄って。7級車とか打ってきたら、6級車とか7級車だったらそこでと金取るかな。8級車だったら、と金使うの結構手数かかるんで、7級と6級と、から、もう1枚7級車なりとかやらないと、お菓子と引けないんで、その間に攻めるイメージ。あ、9級強なりにおとなしく8足角取るか、こっちの方がいいような気がするけど。攻めのね、起点になる駒は、取り払っとく方が安全なんで、なんかこういうところに手をかける分ね、他の手が飛んでくると非常にめんどくさいので、そこだけが問題なんですよね。まあでもと金取るか、さすがにちょっと嫌だね。このと金がこっちの金銀どっちかに変わる展開が一番最悪なんで、こっちはまあ6、3成桂から、まあ、一応着実な攻めが残ってるといえば残ってるので、それを楽しみに指すイメージかな。さあここなんですけどね、7角か6角かだけど、まあ、普通は6、6角かな。まあ、6、4歩とかやってくるんですけど、まあ、6、4歩つくぐらいしか入ってないんですけど、あ、ついてこなかった。まあそれだったらこうしとこうかな。まあ、6、4歩からなんか6、5歩、6、6強とかこう無理くりやらないと攻め駒が足んないという問題が相手にありますね。成強が8、8に来れないんで、まあ、77歩から78歩成は一応あるんで、まあ、それが多分相手の唯一の望みになるんですけど、まあ、77歩だったら、まあ、超絶渋い対応するんだったら78、76竜って引いといて取りに行っちゃうっていうのは全然あると思う。これはなんかあえてかわすか。王さん成桂同角から馬作られてまた引かれると非常にめんどくさいので、こうやって入ってちょっとせかしときます。土砂取るぞって。あ、取る気ないけど、あんまり。そっぽだしね。あんまり取りたくないけど。まあ、橋ついて、橋攻め狙うのか、どうなのかって感じ。まあ、配信1本でね、まあ、将棋1本で食べていきたいんで、まあ、将棋講師というね、活動してますけども。いやー、これどっちかな。まあ、なら、ああ、7、4流が大人かもしれない。7、6流でもいいかな。どっちかな、まあ、どっちもそんな、あ、これ違うわ。7、6流の方がいいわ。8、8成香の時に7、7角引けないんや。7七角で引いたら8七成香でしびれてるね。7六だったら全然問題なかったんですけど、あ、ちょっとこれやらかしたぞ。これ。あー、ちょっちやっちゃったね。ちょっと2上がるか。これ一応7人入れて入る下準備ですね。7人入れて入って6号強って走られると電角差しになっちゃうんで、こうやってまあ相手攻め重いんで別に特にないですって感じなんですけど、6級とで損するんか。あ、待って、全然見てないわ。あ、いたたたたたた、ちょ、痛い痛い痛い。あー、やらかしたいった。いらんことし。あー、やっしまったわね。あ、ちょっと待って、全然見てないそれ。相手持ち時間1分ないんだけど。5分。もうそっち方面で頑張りますか。こっち方面。相手いつの間にか持ち時間1分切ってるんですけど、いつもの私みたいになってる。N カノさんいらっしゃい。うーん、面倒見るよ。引き
きなんだ。まあ取っんだったら、こう角だったら角なって銀で攻めたもの情けだ。時間切れまでに寄せよう相手玉を。多分頑張ったら寄る、頑張らなかったら寄らない。レオンさんいらっしゃい、こまくり。頑張らなかったらっていうちょっと全体がよくわかんないけど、何が一番寄りなん？炭酸系だ、寄らん？解釈してあげたいとこなんですけど、4二角とかは見えてるけど、金打たれてさっぱりわからん。角打ち？筋悪い。同銀だったら2二金同玉4二竜っていう手を狙ってるんですけど、いやーそれでよくわかんないんだよね。ピンチにぬるそうなんだよな。取ってきた。あ、それだったら金打って、あ、これ寄りの形での勝ちですね。時間切れ勝ち。あ、これ結構ねぶっ刺さるんですよね。昔からある形なんですけど、今刺す人ほとんどいないから。獅子丸さんいらっしゃい、こまくり。藤登り XB さんもいらっしゃい、こまくり。これね今時刺す人ほとんどいないっていう。もう結構優秀なんですよ、実際。この作戦。AI もなんか、割と、このなんか、歩ついたら、この辺つけても結構候補の上の方に上がってくるんですよね。実は。これ、石田流に、ね、無理やり組み替えるっていうのが狙いで。まあ、近い作戦だと縦石流っていうのがありますけど、まあ、これ多分縦石より時代、歴史は多分古いと私は思ってるんですよ。どっちが先なんだろうね。こう下先交換して、ここに引くのがポイントですね。まあ下に引く手もあるんだけど、まあ3号車の方がより積極的で、まあ、これ相手がね固めてきたら、相手がじっとね待機するだけだったら、もう1、3系から跳ねて攻めるとか、銀引く形だったら3、8振ってね、振って、手裏剣っていうんですけど、ほっとくと風になるし、同飛車だったらこうして、なんか2、6飛車っていくのがね、手筋で、これ結構優秀なんですよ、この指して。2、6飛車、知ってないと指せない手なんですけど、とかだったら、4、6歩ついていくイメージね。同歩同飛車は、なんかこうもう凹まされて飛車が大変なことになるんで、これは困るし、まあ、金よりも、なって同金で、4、6歩とか打ってね、お銀立て直して、まあ将来なんか桂馬をね3三桂4五桂って跳ねる手を狙いに行くイメージ。まあ銀上がって4四角3三桂とかそういう風になれば、 AI 時代でもね、いやー AI はねそんなに石田流評価してないみたいけど、まあ状況によってはっていう感じだね。このね飛車浮き知らないとさせないで、これ3六歩って4六歩切らてつくと3七歩って打つ手があるんですね。これ同飛車だったら飛車成り、同桂だったらこう取って、これ桂跳ねると飛車抜けるから底歩とかってね頑張るんですけど、3号飛車って引くのがさらにいい手ですね。ほっとくと桂馬跳ねてきて無理やり飛車交換挑んでくるんですけど、こうしとけば桂跳ねはね同飛車と取って、こう飛車取りを回避しながら桂馬取って飛車成りを狙えるっていうね、すごい細かい技があって、なんか増田先生とか俺って大好きそうよね。増田幸三先生もね。ちょっとトリッキーな飛車の動きをするんですけど、まあこういう手とかもあるっていう。何もしてこなかったらこう、桂馬跳ねてぶつけに行くっていう。こうやって相手がもしめちゃくちゃ固めてる場合だとしても、これが通るんですよね。飛車の打ち込みが少なくて、相手はね、こう、3級飛車から桂香拾って、桂馬なって、まあ、本譜も似たような順でしたけど、こうやって攻めていけば、まあ、割と分かりやすいと。こっちはそんなに相手からの具体的な攻めがないから、まあ、美濃囲いでね、穴熊の方が向こう硬いんだけど、攻め筋のありなしがあるんで、こっちのね、玉は実際ほとんど攻略できないっていう、まあ、そういうお話になります。振り飛車よしですね。本部は6八角だったんですけど、まあ、一応歩ついて、やっぱ同じようにね、桂馬跳ねて、
ぶつけていって、こっちの方が相手の角がね、すぐ使えないんで、より条件がいいですね、本譜はね。まあ、桂跳ねでぶつけてきたんですけど、まあ、できるだけ面倒見て対応して、でここ取るとね、同香同香なり、同角の時に、こう一二飛車と垂れると、角銀両取りが抜きにくいので、これはあんまり良くないですね。こっちに角が覗ける方が、相手に攻めるのに役に立つんだけど、ちょっとね、こういう時は焦りすぎなんでね、角化しとくのが冷静です。この辺の応対ちょっとミスったね。やっぱ、と金取らない方がよかったかな。なんか、将来、と金が寄ってくるのが嫌で、取ったけど、結局なんか、お家でね、いやー、ここの応対ミスりましたね。これ3、4流の一手でしたね。単独流、いまいちだったわ。なんかどっちも、その大差ないやろうと思ったんですけど、引いてなんか成香寄りに、3、3角って、根元の、を取ってやろうと思ったんですけど、3、4流だったらね、成香が、助けづらいんですよね。飛車なるぐらいしかなくて。で、まあ1、5角とか出といて、これでよしって感じなんですけど、いや、本当ね、3、6流で、3、3角の順読んでたんで、良くなくて、3、3角とすると、2、3成香って引かれてね、今度は条件が違うんですよね。さっきは同竜で取る形があったし、まあ銀の紐もついてたんですけど、今これ紐がついてないんで、角逃げたらね、竜取られちゃうから、これちょっと3、3角が効かなくなったんで、ここでちょっとやらかしたねと思いましたね。3、3竜とかで、まあ、歩取っとく方が良かったかもね。ちょっとなんかこの辺の応対を、よくわかんないことして、差が詰まっちゃったんですけど、まあ、4-2 と金より 5-1 とみたいな展開で、まあ、こう取るつもりだったんですけど、あ、これでもまあこっちの方がいいかな。まあ、急所に角と竜とあと成駒入ってきてるんで、まあ、結構嫌な形ですよね。まあ、金は取られるけど、だからこれちょっと出方が悪いんですよね。取られちゃってるから。まあ、しかしこれ以上相手に攻めないんで寄ってくるぐらいですけど、一気に攻めるじゃないから、こういう時はね、力貯めるのが大事で、まあ、強者とか打ってね、いつでも互換できるぞっていう、しとくのがいいですね。成香寄りとかだったら、まあ、ここで取って、まあ、同銀だったら、8七香成、同銀に7九竜みたいな感じで迫っていけば、もう寄り型ですね。豪快な寄せで、これで一気に相手の穴熊崩せますね。まあ、金とか打ってきても、まあ、9五桂が厳しいかな。馬取れば、A ならずで入って、こう、角、こっちよりこっちの方がいいか。こういう感じで、まあ、詰めろ詰めろで迫っていけば、よしかなって感じですね。まあ、玉、早逃げするぐらいしかないけど、まあ、角打って、取れば頭金なんで、逃げるぐらいだけど、で、横だと詰むな。で、引いて、銀打ちぐらいで、相手飛車角しかないので、受けがないんで、まあ、勝ちですね。こんな感じの一気の攻めもあったみたい。本譜ね、若干ちょっとパニックってたんですけど、まあ、竜引きで、まあ、最後はね、寄り切りに近い形になりました。いやー、まあ、角打って、まあ、香車取ってもよかったんですけど、相手持ち時間なかったしね、この局面。これ、まあ、同銀と取ると、銀を捨てて、同玉に竜回って、内駒に銀打って、こうしてね、まあ、詰めろがかかるって受けなしですね。銀とか打っても、取れるんで、同桂にね、銀打って積むから、まあ、典型的な受けなしパターンになるんで、まあ、この攻めが結構厳しい手ですよね。まあ、銀打ちになって、でもう一回打って、まあ、8八銀打ちだったら、どうしようかあんまり考えてなかった。7七桂とか通るんかな。これも一応詰めろなんですよね。次、桂馬なって同玉に7九銀なりとして、積む形なんですけど、まあ、同桂に取って取って、まあ、銀打って、これで受けなしかな。相手に金がないので、結構受けづらいんです。次、金打ちまでの詰めろですけど、まあ、同銀は同竜で、銀折ってもね、こう捨てて、同銀、金打ちで。金があったら一応ね、一回だけ受かるんですけど、銀だと受かんないっていう。まあ、金なし将棋に受けてなしという、格言通りの状況ですね。桂馬が跳ねてる形は穴熊弱いからね。こういう形を意図的に作るっていう、まあ、こういう寄せでございました。はい。実際にはこう進んでないけどね。
こんな感じ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。